全てを
保つ眷属へ、その鋭き両目で耐えた敵を焼き尽くせ。現れろ青剣竜オッドアイズ。青剣竜オッドアイズの効果でダメージは2倍になる。ガードマスターの効果発動。このカードが墓地にあり、相手モンスターが攻撃してきたとき、このカードを除外することで攻撃対象となったモンスターを守備表示にし、このターンそのモンスターは破壊されない。蘇る青剣竜ダークブルム。そして我はカードを3枚伏せてターンエンド。俺のターン、ドロー。さらに俺はマジックカードミラクルフュージョンを発動。我はお前の涙雨の千鳥を対象に永続トラップ魔王ランブを発動。墓地にあるテザーマン、バーストレディ、バブルマン、クレイマンをゲームから除外してイデオエリクシーラー。我はフィールドの覇王剣竜ダークブルム2体をリリースし、シンクロ召喚を行う。覇王剣竜スターブレード。エリクシーラーの効果発動。ゲームから除外された全てのカードをお互いのデッキに戻しシャッフルする。墓地の覇王剣竜2体を特殊召喚。そして相手フィールドに存在するエクシーズモンスターの攻撃力をゼロにする。俺は覇王ランブを墓地に送り効果発動。相手モンスターにお礼の攻撃を命じる。なんだと。トラップカードオープン。自分のライフを半分にし、戦闘ダメージをゼロにする。そしてマジックカード死者蘇生発動。エレメンタルヒーローレオスを召喚。戦闘する相手モンスターの攻撃力をゼロにし、その数値分
このカードの攻撃力をアップする。そんな、行け、ダークリベリオン。ヒーローバリア。フィールドにエレメンタルヒーローがいるとき、攻撃を一度だけ無効にする。この後に及んでそのような小細工が我に通じると思うか。オーケーユーオットアイスで ED 魔導賢者ディラックを攻撃。墓地のシールドウォーリアーの効果発動。シールドウォーリアーを除外することで戦闘によるモンスターの破壊を無効にする。最初に我に挑んだ勇気だけは褒めてやる。だがここまで。俺は DD 魔導賢者シュレディンガーを攻撃。テイクオーバー5で墓地に送ったネクロガードナーの効果を発動。このカードをゲームから除外することで相手モンスターの攻撃を一度だけ無効にできる。優勢、今だ。俺のシンクロエクスプローラーを召喚。このカードの召喚時、自分の墓地に存在するシンクロンと名の付くモンスター1体をモンスター効果を無効にして特殊召喚できる。どいし願いが新たに輝く星となる。光さす道となれ。シンクロ召喚、微笑せよ。このカードは自分フィールドのカード1枚を破壊し、フィールド上に表側表示で存在する全てのカード効果をこのターン無効にする。トラップ発動、シンクロスパイク。スターダストの攻撃力はシンクロ素材としたモンスターの数かける500ポイントアップする。ああその通りだ優勢。トラップ発動、ネオススパイラルフォース。フィールドのモンスター1体の攻撃力を2倍にする。これが俺たちの未来に向かう力だ。行け、スターダストドラゴン。シューティング、エレンタルヒーローネオス。おー、シューティングスパイラルソニック。俺は信じるぜ。時を超えるなんてむちゃくちゃワクワクする話じゃないか。その通りです。信じてもらえないと思いますが。なるほど、その歪んだ記録を見つければいいわけだ。もちろんこんな目に遭わされて引き下がってられるかっての。ありがとうございます。自分を信じて。